ホットサンドと4種類のおかず、日替わりモーニングにメロメロ。岐阜県羽島市にあるカフェ木蓮の木さん。おはようございます。いらっしゃいませ。おはようございます。明るくて温かい雰囲気が広がる店内。こちらのお店のモーニングは？お待たせしました。モーニングです。登場したのはドリンク代だけの日替わりモーニング。この日のメインは手作りの焼きそばホットサンド。サクサクのトーストにソースが香るもちもちの焼きそば。味だけでなく食感も楽しい一品です。ホットサンドの他にも串カツやパスタサラダなど4種類の手作りおかずがセット。日替わりなので毎日通っても飽きずに、どれもドリンク代だけで楽しめます。名神高速道路岐阜羽島インターチェンジから車で5分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。